皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士のルノメです。今日は、クレアチンについてですね、お話ししたいと思います。よろしくお願いします。クレアチンというのはそもそも何かと言いますと、まあアミノ酸の一種なんですけれども、お魚とかお肉に、豊富に含まれている、アミノ酸になります。で、私たちの体の中ではですね、まあ、筋肉に、主に、多くクレアチンリン酸という形で、存在しています。まあ、これはですね、まあ、どういう働きがあるかといいますと、まあ、運動との関係でお話ししますと、クレアチンというのはですね、まあ、30秒未満で、繰り返される、まあ、無酸素運動、激しい運動ですね。無酸素運動の時に、エネルギーに、なるものとして、使われる、体の中で、普通に運動とかしたらエネルギーって使われてしまうんですけれども、その使われてしまうエネルギーをまた作り出すことができる、のがこのクレアチン、クレアチンリン酸ですね。クレアチンリン酸が、あると、そこからまたさらに無酸素の状態でも、エネルギーを作り出すことができるというのが、クレアチンになります。なので、必要な人というか、これを効果的に使う方としては、高強度のトレーニングを、される場合、される方ですね。そういう時に、飲んでいただいて、クレアチンリン酸をしっかりと筋肉に溜めておいていただけると、高強度の運動という運動が、長続きする、いつもやれてる時間よりももうちょっと長くできるというような、ことが期待できるかと思います。なのでちょっと逆にですね、競技をやっている人ですね、競技をやっている人はですね、そういう短時間でも重たい重量を上げるですとか、そういった競技には適しているかと思うんですが、ちょっと長時間やるような、サッカーですとか、テニスとかバドミントンとか、そういう競技にはちょっと、トレーニングの時にはいいんですけれども、競技中にはちょっと向かないのかなという面もあるので、その辺もお話ししたいと思います。摂取のポイントなんですけれども、クレアチンはですね、筋肉に溜めることができるというお話しました。クレアチンリン酸が、筋肉に、溜まっているというお話したんですけれども、なのでその溜めることができるんですね。で、その期間はローディング期といったりするんですけれども、だいたい5日間飲み始めて5日間ぐらいを、ローディング期としてちょっと溜め込む期間にします。で、そのローディング期の時の、飲み方と、あとそのローディング期が終わってから通常の飲み方とちょっと量が変わってくるので、そこがですね、まずローディング期ですね。まず、ローディング期は1回の摂取量が 5g です。で、それかける1日に4回ぐらい飲んでいただく、合計だから 20g のクレアチンを摂取していただく形になります。で、このローディング期が終わった後はもう1回の 5g を1日1回飲んでいただければいいかなというふうに思います。で、次のですね、ポイントなんですけれども、ちょっと注意点にもなるんですが、クレアチンはですね、その筋肉に蓄積されるんですけれども、その時に一緒に水を引き込んでしまう、そういう作用が働きます。なのでそうするとちょっと釣りやすくなって、しまうことがあるんですね。なので特に、外の競技とかそういう炎天下のとこで、される方ですとかは特に注意が必要なんですが、水分補給もしっかりと、行っていただきたいと思います。なのでクレアチン飲んでる時は水を、多めに取っていただく、1.8 リットルぐらいのお水もその日のうちに飲んでいただくというような、ことも、データもありますので、ちょっと多めに、いつもよりも多めにお水も、飲んでいただきたいと思います。で、もう一つのですね、注意点がですね、カフェインを多く取りすぎないということになります。
クレアチンとカフェインってあんまり相性が良くなくてですね、一緒に摂ると、まあ、その効果を相殺してしまうというふうにも言われていますので、カフェインの摂取量も注意です。まあ、どれぐらい摂ったら良くないのかって言われてると、まあ、大体400から600ミリグラムのカフェインが良くないと言われてます。で、まあ、これどれぐらいかって言いますと、大体コーヒー1杯でですね、カフェイン、がですね、60mg ですね。コーヒー1杯で大体 60mg の、まあ、カフェインなので、普通に、まあ、コーヒー飲んでいただくとか、ぐらいでしたら、まあ、大丈夫かと思います。気をつけていただきたいのは、エナジードリンクとかですね、まあ、エナジードリンク結構カフェインが多いので、ちょっとそういったものと一緒に摂っていただくのも危ないかなというもので、気をつけてください。あとはですね、クレアチンは非常に炭水化物との相性がいいです。なので炭水化物と一緒に摂っていただくと、より筋肉に、クレアチンリン酸として蓄積することが、できやすいということも分かっているので、ぜひ炭水化物と一緒に、摂っていただければと思います。ですね、まあ、以上が、まあ、クレアチンの、摂る時のポイントになりますかね。ですので、まあご自分の目的に合わせてですね、応じて、クレアチンをですね、上手にご利用いただければと思います。ちなみにBレジェンドクレアチンはですね、こちらなんですけれども、まあ、1回でですね、取れる量っていうのが、まあ、5g、1食あたり 5g ということで推奨させていただいてるんですけれども、まあ、1食の 5g の中ですね、もうクレアチンも、5g 取ることができますので、ぜひですね、こちらご利用いただいて、まあ、ローディング期、初めて飲む方はまずローディング期で、まあ、1日に 20g ですね。で、その後は、まあ、毎日1日1回というふうに、使っていただいて、まあ、トレーニングに、特にですね、まあ、ご利用いただけるかと思いますので使っていただければと思います。では今日は、クレアチンについてのお話をしました。ありがとうございました。